は、梅野は、秋田県平賀郡十文字町出身で、伊勢ヶ浜部屋所属の元大相撲力士、旧全日本プロレス所属の元プロレスラー。大相撲時代は、身長182センチメートル、体重94キログラム。得意種は、左四つ、上手投げ、外掛け。最高位は、東前頭ヒット。本名、佐藤梅野助。大相撲廃業後に、 義り向子の形で結婚し、大橋梅之助が本名となったが後に離婚、佐藤生に戻している。同郷の、畑瀬川を頼って伊勢ヶ浜部屋に入門し、1934年1月場所で初土俵を踏む。当初の嗜名は、薩摩川。早くから有望視されるとともに順調に出世し、嗜名を清見川と改名 1938年1月場所に十両昇進、1940年5月場所に新入幕を果たした。1942年5月場所には、12日目に横綱、双葉山を外掛けで倒し金星を挙げた。また、1943年5月場所には、11勝4敗の成績で優勝機種の栄誉に輝いている。 美男力士として人気があったが、家業を継ぐこともあり、1946年11月場所を最後に廃業した。1953年にプロレスへ転校し、山口敏夫と共に、旧全日本プロレスを旗揚げ。1954年2月には力道山が、シャープ兄弟を招聘して開催した、日本プロレスの旗揚げシリーズに参加している。 1955年からは、木村雅彦の国際プロレス団に移籍。翌1956年5月15日に木村とのコンビで、ラウル・ロメロヤキローチャを破り、中南米タッグ王座を獲得した。団体消滅後は、メキシコ、南米、アフリカ、ヨーロッパなど世界各地を転戦。アメリカの NWA トライステート地区では、 戦前に活躍した日本人レスラーのキラー・シクマこと、シクマ・シュンイチにあやかり、東郷・シクマのリングネームで活動。1967年5月16日には、シャチ・横内と組んで、ジャック・ブリスコゴージャス、ジョージ・ジュニアから、同区認定の US タッグ王座を奪取し、10月7日に、ダニー・ホッジスカンドル悪場に敗れるまで保持した。体感中は、 ホッジとルーテーズのコンビとも何度となく対戦したという。1970年に14年ぶりに帰国し、国際プロレスに参戦。以後、当時ホームリングとしていた、欧州マットと、国際プロレスのパイプ役を担い、マイティノウエア・鶴見ゴロウを、ドイツのハノーバートーナメントにブッキングした。自身も、同トーナメントにおいて、1966年、1970年、 1973年と、通算3回の優勝を果たしている。1973年11月の帰国後は、レフェリーに転校し、1974年3月19日に、倉前国技館で開催されたアントニオイノキ VS ストロング小林戦を裁いている。また、全日本女子プロレスのコーチも引き受け、ジャッキー佐藤と、牧上田のビューティーペアをトレーニングした。 その後、全日本女子プロレスを引退、退団したアソ、麻生忍蔵を要し、女子プロレス団体、ワールド女子プロレス旗揚げを拡作旗揚げ戦のポスターに、自身も登場するなどしたが、諸事情により、旗揚げ前に頓挫している。1980年10月13日、静岡県内にて、脳卒中の試し去、63歳没。 離婚して、家族とは別居していたが、プロレスラーとして、長期海外転戦中の1957年4月2日、元妻に引き取られた当時12歳の長男が誘拐、殺害されている。場所別成績、ありがとうございます。